こんにちは。鍋が煮えてきましたので、まあ相変わらずのお昼ですけど、飲もうと思います。ではでは、じゃんじゃじゃーん。見える？今日はもつ鍋にしたんですけど、見えるかな？もつ鍋、湯気で見えない？まあもつ鍋ですわ、今日は。あとですね、この銀色のこれ干し芋をまあ、ちょっと温めるというか、もう一回焼いて食べようかと思って、前にコメントでですね、焼き芋やったらいいのにっていうコメントをいただきまして、で、あ、そういえば干し芋がまだ残ってたなと思って、今日はちょっとやってみました。じゃあまあとりあえず予想前にですね、今日は青い冷たいので、やっほー、あー美味しい。もう今日は朝からですね、いろいろとこたつつけて、もうかれこれ6時間ぐらいいるんで、まあ、窓が開いてても体感温度はあったかい状態です。実際は、ちょっとそっち行くのめんどくさいで見えないかもしれないですけど、今はお昼の12時51分、あ、1月11日火曜日ですね。今もですけど、朝から今日は雪が降ってます。で、室温は 3.6 度、ここに時計を置いてて室温が 3.6 度ですね。まあ 3.6 度なんでね、多分外気は今日はそんなに冷えてないんで0度前後だと思うんですよ。で、まあ窓開けても風がなければ大して変わらないということで、まあ、せっかくの雪見酒なんでね、窓を開けました。ただ、向こう側の、大きいこたつがある方の窓は開けちゃうと風が抜けちゃうので、閉めてあります。まあまあ、でですね、鼻水。今日のもつ鍋なんですけど、イノシシのもつ鍋にして、もつ鍋です。11月に罠にかかったイノシシを、まあ、自分でさばいて、まあ、人の罠なんですけどね、いらんから好きにせいって言われて、それを私が鉄砲で仕留めて、で自分でさばいて、で普段は胃だったり腸、まあ、もつですよね、はちょっとなかなか手間なんで山に帰っていただいてたんですけど、今回は自分でさばいて掃除して、で骨もいつも山に帰ってもらってたんですけど、今回はぐつぐつ10時間ほど、煮て、で獅子骨、豚骨ならぬ獅子骨のスープを作ってですね、ここに入ってます。ですから、イノシシの骨で取ったスープで、あ、ちなみに骨もですね、前に山に返すっていうことを動画で流したら、もったいないスープにしましょうよってコメントいただきましたんで、まあそんなんがあって、獅子骨のスープを作って、今日は胃と小腸、大腸はですね、ちょっと、
ちょっとまだ勇気がなくて、今回山に書いてもらったんで、小腸と胃を鍋にしました。で、あとはキャベツともやしだけですね。あと油揚げか。本当はニラも入れたかったんですけど、我が家にニラがなかったので、よいしょ。これ欲しいものおかわり。もつ鍋。これがもつで、まあ豚に比べてちょっとペラペラですけどね。で、胃袋が、まあわかんないと思うけど、これ胃袋。胃袋はちょっと厚みがあって、味もちょっとしっかりしてるかな。で、味付けは、醤油とみりんと味噌と豆板醤。あと塩ちょこっと。まあ、うん、適当ですわ。まあ、何はともあれ、いただきます。ししもつ鍋。もつから。うん。まあ、もつですわ。豚のもつよりも、ちょっと小ぶりっていう感じの。おいしく。今回は、骨も使ったし、まあ、そうですね。だから山に帰っていただいたのは、大腸と、あと、皮だけ。毛皮ですね。まあ、次は、大腸も毛皮も、ちょっと活用しようかなとは思ってるんですけど、まあ、大腸はね、そのまま入ってるんでね、ね、なかなかちょっと抵抗があるのと、皮は何枚か取ってあるんですけど、なかなかなめすって難しいんですよね。薬品使わずになめすっていうのがもうカピカピに硬くなってしまうんで、どうしたものかなと思いながら山に帰っていただくことが多いんですけどね。まあ、せっかくなんで大腸と皮を使えば全て活用できることになるんで、まあ、今後は、まあ、ね、命をいただくわけですから、まあ、山に帰っても獣たちが食べるんですけど、まあ、全てを活用していきたいなと思っております。なんだろう、最初から説明が長いみたいな、そんなのになっちゃいましたけど。あと今日みかん。もうすでに1個食べちゃったんで、あと2つ。もつ。キャベツともつ。まあ、美味しいは美味しいんですけど、腸よりも胃袋の方が味が濃くて歯ごたえがあって肉厚があって美味しいかな。これが胃袋。胃袋。これは小腸。小腸ペラペラ。まあイノシシちっちゃかったんですけどね。25キロとか。まあ、ちっちゃいイノシシのですけど。
雪は2時ぐらいに止む予報なんで、もうぼちぼち終わりですかね。朝から降り始めたんですけど、まあ降ったり止んだりで、4、5センチぐらいかな、今日降ったのは。せっかくあの、シシコツスープ、イノシシの骨で取ったスープを取ったんで、豚骨ラーメンならぬ、シシコツラーメンに2回ほど挑戦したんですけど、何も味付けしてないシシコツスープでは、もちろん美味しくないので、醤油味なり味噌味なりの味をつけようと思って、まあやったんですけど、さすがお店みたいな、あんな美味しいスープにはならないですね。一応 YouTube とか見ながら2回、3回か作ったんですけど、醤油味、味噌味、まあ今日みたいに醤油と味噌両方入れる味とかって作ったんですけど、難しいですね。おいおい、おいしいシシコツラーメンを作れるようになりたいなと思ってはいるんですけど。ここら辺、水が跳ねてるの分かりますかね？分かんないかな、やっぱな。さっき屋根の雪がダーッと落ちて、この石垣の下って水路になってるんですよ。その水路のところにドバドバドバって屋根の雪が落ちたもんですから、まあ水路の水がドバって跳ねて、ちょっと今ここ、びしょびしょとまでは言わないですけど、水が跳ねてるんですよね。めんどくさいからこのまま放置ですけど。今回豆板醤初めて入れたんだけど、正解みたい、美味しい。そういえば、この前あの地域の人の、桜の木の周りに堆肥をまくお手伝いをして、その時の報酬です。銀色のやつ。ヤッホー！ああ。相変わらずビールはちょっとキンキンに冷えすぎですね。そうだ、あのシシコツスープを作るときに、まあ、あの骨についている肉とかも当然煮込むんで、その肉、骨についてた肉をこそげ落としたの。全然わかんないと思うけど、これは肉です。もつじゃ、内臓ではありません。まあ柔らかく、3時間だか4時間炊いた後に、骨についてる肉は取り出したんで、まあ、そんだけ煮込んでるんで、柔らかく、まあ、美味しく食べれる。お芋どうかな？まあ、干し芋なんでね、そのまま食べれるものだから、食べてもいいんだけど、あんま暖かくないな。どうせなら暖かくしたいなと思ったんだけど、食べちゃうか、わかんないか、カメラ向けに薪と同じように映ってるかな、映ってる、
まあいいや。まあ、石垣があって水路があるのは今のこのカメラの画面で私の背中の方にあるんですけど、向こう私の正面の方にまあ畳の八畳間があって、で庭があってっていうとこなんですけどね、あの縁側でご飯っていうかお酒飲んでる動画なんかはその向こうの縁側で撮ってるんですけど、それが今私の正面から見えてて、うん、何の話か忘れちゃった。まあそういう位置づけですわ。何だったかな。まあ雪見酒、一応背中を向けてますけど向こうの雪を見てるんだぞということで、うん、何の話だったかな。まだこれ2本目なんですけどね、別に酔ってるわけじゃないんですけど、シラフでもまあよくあることで、情けない。13時16分 3.6 度、全然変わらないね。屋根から水滴が落ちる音がたまに拾うかな、カメラで。ちょっとわかんないですけど、まあ、その水滴が落ちるぐらいなんで全然気温は下がってないみたいなんですよね。ですからまあ過ごしやすいとでも言いましょうか。窓開けて快適な雪見酒が、で今いろりとね雪映してないけどね。うん、カメラ変えるか、カメラ位置。まあ、こっち側はねちょっといきなり石垣なんでね、この石垣の裏側は田んぼになってるんですよ。雪は映んないかな。まあまあまあ、そうだ、雪映るかな。今ちょっとまた降りが激しくなって、おいもー、あ、ちょっと焦げ臭い、焦げちゃったかな。あじゃあちょっと焦がした。見える？3本あるんだけどちょっと焦がした。どうやんの、なんかこうやったりなんかしてるよね。ちょっと焦がした干し芋です。よいしょ。いや、干し芋、たーだっきーま、あ、だいぶ焦げてるな。たーだっきーま、うん、めちゃくちゃ焦げてる。やっぱりちょっと遠火だといいな。ちょっとひどいなぁ。ちょっとこの3本は薪になってもらいます。
するかな。ひっくり返しちゃうかな。無理か。あと、青いのも取ってきた。まだ生のししもつ鍋。煙。わかるかな。ちょっと小ぶりでペラペラですよね。肉厚が薄い。まあちっちゃいのししだったせいもあるけど。ということでおかわりです。よいしょ。ああ、とりあえずみかんでつなぐか。みかんの皮をいろりにくべたら、みかんの香りが立つかなと思ったんですけど、なことはなかったです。食べてみようかな。リベンジ、欲しいもん。焦げちゃいないけど、あったかくもないな。あったかくない。まあ欲しいものなんで、そのまま美味しく食べれますけどね。ちょっと焼き芋チックにしたいんだよな。三つ目、ヤッホおつまみがない。ちょっとこたつが冷めてきちゃって、少し寒さを感じます。お気を入れたいところなんだけど、もつ鍋が煮えるまではちょっと我慢しようかな。今は、13時41分 2.9 度。やっぱちょっと窓が開いてる分か、さっきより1度までいかないけどちょっと下がりましたかね、室温。あ、雷。もう大丈夫か。
では、ししもつ鍋のおかわりを。ちょっとね、おだし、ししこつスープが足んなかったんで、顆粒のかつおだしを追加したんで、まあまあ、さっきとは味が違うと思います。いただきます。あっかい。あん、さっきのも美味しかったけど、かつおだしも混ぜても美味しいですね。美味しいな。まあ、ひょっとしたら全部かつおだしの方が美味しいっていう噂もなきにしもあらずですけど、美味しい。ちょっと味が変わっていいですね。だいぶ和風感が出ました。干し芋再挑戦。ちょっと湯気出た。あ、いいかもしれない。あ、熱々。あ、ちょっと熱々。熱々なんだけど、熱々なんですけど、さっきのゆるーくあったかいやつの方がお芋の甘みがはっきり分かって美味しい。干し芋はやっぱりそのまま食べた方がいいんですかね。全然美味しくない。もつ鍋食べよう。次はやっぱり生のさつまいもを焼こうかな。まあ我が家にはないんで、買い出しの時忘れないようにメモっとかないといけないですけどね。今ビールがここら辺まで残ってるんですけど、もう一つだけちょっとおかわりしようかなって今企んでるんですけど、まあ鍋もありますんで、ビールをそのまんまおかわりするか、お湯沸いてるんでお調子を一本つけるか、まあそのつもりでお湯は沸かしてたんですけどね。どうしよっかなって今悩んでます。どうしよっかな。さて問題です。次のおかわりはビールでしょうか、熱燗でしょうか。うん、私もわかりません。熱燗だとちょっと時間かかるんですよね。もうビールこんぐらいしかないんでね。お芋がもうちょっと甘かったら赤ワインにしようかななんてのも思ってたんですけど、ちょっとお芋は今回は失敗だったんで、ビールかな。熱燗はちょっとめんどくさいにゃ。映ってましたかね。
ビールにしました。扱いはちょっと面倒くさいと思っちゃいました。ではでは、雪見に行って、雪なんかほとんど見てないけど、雪見だけにヤッホー。